皆さんこんにちは、まいのりです。いつも動画ご視聴ありがとうございます。今回はですね、まあ気づいた方は気づいたと思うんですけど、右と左音が分かれてると思うんですけど、初めてなんですけど、タイピングキーボードの、まあ、打ってる音を、撮っていきたいと思います。ぜひね、シージやワールド2などゲームをし続けて、疲れている方がいればこの動画で、はい、リラックスしていただいていい眠りについてほしいと思います。ということで、まあタイピングは下手くそだし遅いんですけど、のんびりとまあ10分程度ですね、やっていきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいです。それではやっていきます。よいしょ。ということでですね、ちょっと早めに限界の速度で打ってみたんですけど、次はね、なんか個人的にこうちょっとだけなんかある程度のスピードの方がなんか好きだったりするので、なんかそれでやってみようかなと思います。丁寧にね、打っていきたいと思います。よいしょ。
かんないと思うんだけど、 K と S を押してるんよね、これ。 KS、KS これもいいね。今 Q と O だね。だから今ね、メモ帳にバーって打ってるんですけど、こう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 って書いてますね。まあ僕よくね、ちょっと雑談したいキーボードを強い雑談したくなってきた。よく寝る前にね、キーボード打ってる音とか、あとなんかこう文字を書いてる音とかを聞きながらよく寝るんですけど、もうすごく何も考えずこうぼーっとしながらリラックスした状態で寝れるので、はい、僕はこういう ASMR 動画って、 ASMR 動画でって言うんだけど、よく見るんですけど、まあ皆さんもぜひね、こういう動画を見てほしい。っていうか、まさか自分でこうやって撮るとはね。こんな K と S をマイクでね、撮る日が来るとは思わなかったけど、なんかね、こう左と右、みんなどうだろう。例えばこういう本とか、なんかこう左と右が違って、分かれてて、こういう音がさ、左と右で分かれて聞こえてきたらさ、なんかこう本当にそこにいるかのような感じがして、はい、僕はなんかこういうバイノーラルって言うんですけどね、好きなんですけど、時計の音とかさ、お腹鳴った、ちなみにさ、今回売ってたこれ、レーザーのキーボードのオレンジ軸なんですけど、ステルスなんとか、あとね、よいしょ、ここにはこれ青軸、あ、緑か、あ、どっちだ、わかんない、緑か青、こういうのもあるんだけども、個人的にはやっぱりこういうコツコツした音が好きなんで、ちょっと動画撮ってみました。ということでですね、普段僕はゲーム実況の動画を投稿してるんですけど、仲いいフレンドの方にね、僕が ASMR 動画をねよく見てるという話をしたら、もう自分で撮っちゃえということでね、思い切って撮ってみました。もしね、なんかリクエストあればぜひ、はい、なんか、よいしょ、こういうハサミでね、厚紙を切る音とか好きなんだけど、ごめんなさい、ちょっと雑談で、このハサミをね、厚紙とかあったら、こういう音をねよく聞きながら寝てます。昔からね、音が好きで、僕
歌聞くの好きなんですけど、こうメロディーがなんだろう、はっきりしてる音、とか、まあ、そういう歌が好きで、っていうのもなんか耳がね、喜ぶんですよ、自分の 耳が それでいろいろね、こういう自分の好きな音探ししてみたりさ。なんかゾワゾワしたりしない。耳がかゆいって人もいそうだね。はい、そんな感じで撮ってみました 今何分経ったのか分かんないんだけど。はい、ということでね、リクエストあればぜひ書いてください。まあ、この今喋ってる間、皆さんが寝てることを祈って、はい、今まだ起きてる人がいたら、多分もう今回の動画ね、あんまりいい音じゃなかったんだと思う。眠れなかったんだと思う。すいません。はい、今起きてる方々、すいませんでした。次は、まあ、次あるか分かんないんだけど、はい、頑張っていい音を、はい、グッドサウンズを撮っていきたいと思うんで、よろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお待ちします。皆さん、お疲れ様です。バイビー。